向田の火祭りは、石川県七尾市能登島向田町の祖谷姫神社の火祭り及び桐子祭りである。毎年7月の最終土曜日に開催される。日本三大火祭りの一つ。石川県指定無形民俗文化財。午後8時頃に女将明かりを乗せた神輿と偶舞する大小7基の捧ぐ塔が祖谷姫神社を出発。目的地の崎山広場には高さ約30メートルの柱松明が建てられ、その周りを7周後、神輿の女将明かりより地元住民と一般の観光客が持つ藁松明に移しぐるぐると回しながら柱松明の周りを回る。笛の合図で一斉に柱松明に投げ込むと夜空を明るく照らす大きな炎となり、やがて大きく傾き崩れ落ちる。この崩れ落ちる方角により海側だと豊漁、山側だと豊作とされる。1987年1月14日に石川県の無形民俗文化財に指定、1997年12月4日に能登一円の桐子祭りが国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択されているが、その中の一つである。また2015年4月24日には、赤里舞半島のと熱狂の桐子祭りの中の一つとして、日本遺産に認定された。藁松明を持ち柱松明へ点火することは、一般観光客も希望者は自由に参加できる。ありがとうございます。